教えてくださるのはクランプインストラクターの上原さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ボルダリング、はい、私初めて、はい、今日挑戦しますが、はい、初心者でも大丈夫ですか？大丈夫です。初心者の方がほとんど来られます、はい、大丈夫です。登る時っていうのは、はい、好きなところにこう手を持ってったり、はい、ですね、最初は登る感覚っていうのをつかむためにも何もルールなしで登ってもらってもいいんですけど、はい、一応ルールっていうのがあって、はい、これですね、色分けされてて難易度がこれだけたくさんあるんですけど、はい、一番簡単なのがピンクで、そこからどんどん難易度が上がってグレーになるんですね。なので、はい、8級から8級から1級まであります。これ例えば8級は、はい、子供とか初心者向き？そうですね、お子さんでもできますし、はい、初心者向きで、お子さん向けのは もっと下のランクっていうのもあるので。そうなんですね、はい、もう本当にちっちゃい子から、はい、たまに60代の方とかまで来られます。もういろんな方に楽しんでもらえる。ボルダリングに必要な筋肉とか体の、ですね、実は筋力っていうよりも体重移動の仕方の方が重要で、はい、筋力だけでいくと難しいです。長持ちしないので、はいはい、なので筋力のない方でも体重移動が上手い人はスイスイ登れたりするんです。体重移動のコツって何ですか？あ、ちょっとそれは体で覚えるしかない。まずはピンクのスタートのところに、はい、両手を置いてください。はい、置きました。で、足はどこでもいいので、はい、どこかに足をかけてください。両足、はい、両足、はい、いきます。はい、はい、で、この状態がスタートの体勢です。はい、ここからピンクだけを使ってゴールを目指してください。じゃあまずはこうですね、はい、ピンクだけですよね。はい、ピンクだけで、次がこちらから、はい、足はどこでもいいので、はい、足を上げてあげてください。右足も上げてあげてこの次の一歩が出ない。左足どこにやったらいいですか？これ左足、じゃあこの辺にでも、はい、この辺にも、はい、はい、そしてじゃあで右足をこの青とかにちょっと上げて、はい、はいはい、そしたら左手が多分こっちに届くと思うので、いきますよ、はい、の、あ、なるほど、そうです、はい、足はどこでもいいんですね。はい、足はどこでもいいです。そして次がこれ、はい、こっからこっちですね。こうして、あ、すでに怖いですこれ入れ替えてもこの貝みたいなやついいですね、はい、こうですね。あ、なんかこれちょっと持ちにくい、はい、持ちにくいものとかもあるので、はい、持ちやすい掴み方を探ってみてください。はい、よはい、そしてで、ゴールが、ゴールはここですね、はい、でも左手がちょっと届きにくいので先に、はい、こうして左足上げてゴール、はい、今両手をついたので、はい、ゴールです。これで、はい、で降りるときは何もルールはないです。降りやすいところをつかんである程度の低さまで降りたらジャンプして降りてください。はい、結構高いですねこれ。お疲れ様ですありがとうございました。どうですか手を離す瞬間とか、こうちょっと空白の時間があるじゃないですか。そうですね、はい、握ってない時間が、あれが怖いですね。そうですね、はあ、結構息が上がりますけど、はい、上から見た景色は結構、そうですか、いいものでした。達成感がありますよね、クランプはボルダリングの、ジムです。あと自転車の貸し出しとかもしてて、サイクリングとかも楽しめます。あと、まあ、予約制なんですけど、あとの上の方でティッシュのピラティスとかもできますし、もういろんな室内でできる遊びっていうのができますので、せっかく朝に来たけど雨で楽しめなかったとか、そういう時にはクランプにぜひ遊びに来てください。今回の梅雨企画、はい、
クランプのボルダリングに挑戦しました。インストラクターは上原さんでした。どうもありがとうございました。